こんにちは、ゆうです。パートナーのお時間です。今日誕生日の方おめでとうございます。お久しぶりの柴犬無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。はい、今日はね、よっとうとやってきました。このアカウントでも千手千手チャレンジ、僕千手やと思ってたんですけど、どっちなんですかね。まあまあ僕はあのね、ナルト好きなんで、アシラマーの方の千手チャレンジでいきたいと思います。はい、後で調べておきます、クリアしたら。はい、それではね、もうね、まあ、これ見てもらったら分かると思うんですけど、民族性リーダーのあのキャラで新チャレンジ、勝負を取っていきたいなと思っております。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、76リムルリムルで、僕ループができないんで、このアカウントリーダーの分しか用意できなかったんで、間を黒飛びとか、HP 底上げする部分を軽減ループと、場面拡大というか、それで補っていこうという感じですね。はい、それではご紹介しましょう。リーダーの大吟醸ですね。76リーダーですね。76リーダーの大吟醸に、超覚醒が陰の加護、スキルチェーン2つに6目覚め耐性。で、これはバレンタインちゃう、ラスのミルちゃんですね。はい。で、こちらが、リムルテンペスト。究極リムルですね。スキルチェーン2つに、助言解放。で、グランエルブの武器つけております。で、潜在が浮遊ですね。はい、超覚醒が浮遊ですね。リーダースキルが水の2コンボ以上でダメージを 77% 切り、攻撃が36倍。2コンボ加算、固定1000万ダメージ。で、民族性の回復が4倍となっております。で、こちらがラクスクラインですね。ラクスクラインに超覚醒、全パラ強化、スキルチェーン2つにスキルブーストプラスプラスに、こちらが、マースフルチアーズ、ね、このバーテンダーワルリーの武器ですね。はい、スキルに、チーム HP2 つに、あと努力を補っております。裏のスキルは威嚇ですね。威嚇で、こちらが柴たっちゃんですね。僕大好きな中村雄一さんボイスのキャラですね。はい、スキルチェーン2つにアシスト無効潜在に回収武器つけております。変身時にこの無効化、この2ターンが肝なんですよね、僕。はい、でこの変身の76も肝ですね、こちらの。全部重要。はい、全部大事ですね。はい、でこちら黒飛びですね。黒飛びにスキルチェーン2つ、神キラー3つ。で、こちらが、何やったかな、螺旋人形の最強の戦士を持つ三つ股の魔、そうなんか多分テンスラのやつでしょう。はい、でそれに、スキルにお邪魔とテープと水泥気を補っておりますと。まあ、変身後がね、その2ターンで使える助言解放付きの、水闇回復4個ずつ生成ということでね、はい、リムルのカロジェから代わりになるかなって。で、そこ裏の副属性の闇を水に変えてるんで、こんな感じですね。で、こちらがフレンドさんのリムルですね。転生したスライムです。はい。超覚醒、シンクロ覚醒に陰の加護に、既属性軽減3つに、スキル値の2つ。で、こちら思考加速。これもリムル武器つけていただいてますね。はい。まあまあ、ヘイストかけられたら、もう3ターン変質をしていこうという感じですね。で、バッチが HP プラスです。はい、それではね、千手チャレンジ100式から千手観音になりましょうか。それでは、最高！ごめんなさい。で、立ち回りがね、ちょっと特殊で、これ。まずは、リーダーチェンジに威嚇するんですけど、で、威嚇のターン、あ、水吸収か。水吸収は一番嫌やな。威嚇します。ここで一旦ちょっと溜めてあげます。別に黒飛び変身させてもいいんですけどね。で、ここで、あと1ターンのとこで、タッチャンで、無効化貼ります。変身時。で、ここで、黒飛び。黒、どっちでもいいんですけどね、これ。大吟醸使って。で、まあ、7億とりあえずちょっと。OK。で、こちらで、まあまあまあ、ダメージ与えへんよりマシかなっていう感じですね、ただの。はい。黒飛び全然使っていいんですけどね。炎波効いてるから、せっかく。よし。で、こちらで、はいはい。OKOK。軽減ループも、軽減ループじゃ無効化買ってるんで、で、ここで、あと2ターンもう1回無効化が効いてるんで、無効化ってこれ、除去にしよう。無効化やね。オッケーオッケー。で、ここで黒飛びつけて、で、また、
黒飛び使ったターンはね、水を4焦げしを1個入れてあげると個人的にいいと思っているので、ごめんなさい、ね、ちょっと思っているので、うわ、これ気になられてね、ちょっとうっとうしいんですよね。でここでバーテンダーバルリンの武器使ってまた一回かけると、でここで、でここでこうして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 、で T があるんやったっけ、 T やったっけ、たっちゃん L やったっけ、オッケーオッケー。で貴族生からね、なるべく行きたいんで、よしよし。でここで、あと3ターンなんですけど、軽減の大吟醸のさ、軽減と76個かぶらせないとちょっと厳しいんで、まあまあまあこれでバトニアルバーストを発動して、ヒロトリも使って、でギムル使って、よし。でこれで、でタッチャーに回収武器つけてるんで、この4ゲシも、闇の4ゲシか、また LG みたいな入れてあげるといいんじゃないかなと勝手に思っております。よしよし、 OK、 よし。でここから軽減に行きたいんですけど、どうしようかな、まだええか。いや、今行っとくかな。いや、右倒そうか、先。これだけで行ってみよう。黒飛び。で、リムル。次行こうか、76。はいはい。はいはい。はいはいはい。はいはい。オッケーオッケー。あー、これ普通にあれやな、生きるかな。よし、でここでリムル使って、メギル使って、でまずはバあの大事に使って、でこちらでバンメフレしてあげて、リムル使ってあげて、でここはあれがないので、なるべく闇の4か、4か、もう僕パズル下手くそ最近4月頑張ってるの下手くそや。1フロアがね、めっちゃ時間かかるんですよ、ワンフロアが。 OK。 でこれで盤面拡大しつつ、OK、 あーそのか。でここで黒飛びがねあった方が、回復も作ってくれるんで楽と。で黒飛びで、ベルビュートをして、でここがなるべく4ゲシを入れていきたいんですけど、これでこれでこれで闇の4ゲシ入れようか。はいはい、ミスった。よしよし、えい。この黒飛びかタッチャン、どっちか解放してるときが結構抜き時ですね。オッケー。落ち着け。ベルズビュート行って。で、これで、はいはい。はいはいはい。4ゲシもあるから、4ゲシラクスがいるから、4ゲシもしていきたいんですけど。あー、1個ミスってるわ、闇の位置。闇の落としになってんかった。向こうか。よし、け。で、ここでまたタッチャン使わずに、大吟醸とかぶせていきたいんですけど、あ、これヘイスト、あれか。ここで、大吟醸があと3ターンで、タッチャンも3ターン溜まるんで、ここで抜きに行きましょうか。全開放しちゃって、で、ベルズビュートして、で、これで4ゲシして、で、これ T しようか。
もう一個組めるけど、吸ったなこれ。ティグラン入ってんかったか。まあまあまあ大丈夫大丈夫。オッケーオッケーオッケー。で、フライツクセ。フライズビュータ。オッケー、回復せんかった。ナイスー。んーで、これ L にしようか。よし、こんな感じでいいか。で、スキルチーム来るんで、OK と。よしよし。これは、グロートビー。で、メイクセ。ベルズビュートを使って、はいはい。ね、OK、OK、OK。ちょっと待って、これ、どうしようかな。分割が、水多かったな。グロートビーいらんかったかもしれんな。全然。よし、OK。で、次、大吟醸と、このタッチャン被るんで、はい。で、これは、あれか。回復、HP があれば下げられるんで、ラックス使っといて、で、簡単に潰れてくれるのを使って、マテリアルバースト発動させて、で、これはちょっとやばいっすね。10個も消えなかった。やばい、いけるかな。そんだけマジで。で、食らいつくせ。ベースビュートをして、指奪い返しがないんですけど、2.75。こうで。はいはい。よしよし。OK。OK。耐えた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 言うてへんけど。よし。で、これ回復もいっぱいあるんで、ベルビュートをして、はいはい。これ L にしようか。うん。2、3、4、5、6、7、8。OK、OK。水も決まった。いけるいける。え、危ねえ。オッケー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 。で、ここはもう、食らいつくせ、ベルゼビュートだけでいこうか。はいはい。ミスった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 。まあまあまあ消せるよね。オッケー。タッチャーをね、使わんのもったいないんですけど、ね、こう。よし、アシスト合わされたと。で、水、闇吸収なんで、封印も大丈夫。で、ここは黒飛び。で、ベルクライツクセ。ベルズビュートで、水増やしてあげて、で、こうで。危ね。そうか、光だけでもよかったんだ。よしよし。これ多分耐えれるんで、全然。オッケーオッケー。どうしようかな、これ。やばいかな。ちょっと一旦ラクス使います。で、食らいつくせ。レンズビュート。して。はいはい。
あぶねえ。よし、まあ、いいね、テープも大丈夫、 OK で、大吟醸で、ガッチョンで、黒飛びで、食らいつくせ、レズビュートいって、で、ここで闇の4も決めて、L も決めて、で、こうで、よしよし、あ、ミスった、リムル使うの焦った、こっちのメギロ使うの焦った、やばいやばい、やってるやってるやってる、それやってる、ベルゼビュート、はいはいはい、よしよし、で次黒飛びが使えるんで、ここはいけると、で黒飛びリムル、危ないからこれ、うおーし、やったー、うん、熟成して、でこうトゲが落ちてくるんで、トゲ降らせてくるんで、回復に気をつけながら、よし、でそこ盤面もこれタッチャン使って、でそしてペンズミュートを使って入る、で、ここは3つずつ、はい、で、できれば、あ、闇消えてるぞ、これ闇消えてる、消えてるね、でも全体攻撃になって思った、よしよし、やばくなったらラクス使うと、はい、次使ったらあかんのか、オッケー、で、黒取り使って、レズビュート、はい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 、はい、できれば火の仮面も変わってほしいんやけどな、色もう一回変わってくれへんか、よしよし、で、食らいつくせ、ベースビュートをして、ごめんなさいね、ちょっとマジで攻略しに行ってるんで、攻略というか攻略なんですけど、よしよしよし、 OK、 で、ここで、あ、水買ってくれたな、 OK、 OK、 こっちから行きましょうか、簡単にしてくれてくれるなよと、タッチョン使って、キリステルして、エスクス、ペズビュートをして、はい。多分 L ぐらいやったら大丈夫だと思うんだけどな。よし、OK、OK。真ん中だけ落とした、はいはい、で、ここからはもう全体入れずに、入れずに、食らいつくせ、ベルゼビュート、はい、ちょっと待って、こうで、うわ、4消ししてもうたな、あ、でも水やからいけるか、次で水で怒ってくれたら、黒とビークリーパー、よしよし、オッケーオッケー、あ、でも3体残したから、よかったよかったよかった、
でここでトゲを変えとくことによって結構楽になるんで、おそらく、はい、はい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 、で黒飛び解放するときは四つ消しと。よし、はいはい、でここがあと3ターンでしょ。でここでタッチャン使っといて、で確実に正面に行くと、はいはい、こうね、はいはい、よしよしよし、闇消しといたら分かったな。 OK、 回復落ちてきた。うーわね、うん、で6でオンいって、で切り捨てるして、フライツクセレズビュートして、 OK、 でこうで、ちょっとトゲが危ないっぽいんで、やば、これ分割、あぶね、オッケー、よしよし、オッケーオッケー。暗闇か、暗闇はタッチャーの十字持ってるんで、闇がね、あ、そうか、ドロリフの分か、これこれはドロリフの分、ベルゼビュートして、ここ水なんで、これでいけてるかな、はい、はい、OK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 、 暗闇も解除できたし、 OK、 でここでタッチャンが溜まるんで、あ、弱体か、おお、簡単に決めてくれるなので、ドロキをかけてバスト発動して、で黒トリを使って、で返り尽くせウィングビュートをして、で、ここは回復でしょ？で、はいはい。オッケーオッケー、オッケーオッケー。よし、カリマム持ってった。よしよし。これはでかい。で、また峠でしょ？おー、かゆかった。よかったー。うん。で、トゲを抜く。はい。よし、こんな感じでいけるでしょう。ストップ。OK。弱体か。ドロ強で大丈夫。光以外はね、ドロ強入ってるんで、大丈夫ですよ、全部。で、ここで、黒飛びるときは4ゲシも意識して、よし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 。切れば、光も消えてほしい。OK！ さあ、で、7フロア。で、ラクスも溜まった。操作時間やばい。で、力だけでもダメなので使って、発動して、レゼビュート。よかったよかったよかった。8個も決まった。よし。ここ耐えたんで耐えれるはず。うっそー、マジかー。はい、ということで曲げてきました。はい、それでは、魔法石ね、35個あるんで、ユーザー情報購入履歴無料配布の35個です。ちょっとね、僕狙い欲しいキャラがいまして、
電撃文庫の、この龍ヶ峰さんがね、そのリーダーと一番右のサブを入れ替える。これがいたらもうだいぶ違うんじゃないかと思って、それで、ちょっと龍ヶ峰さんを狙いね、ちょっと魔法石ね、全部突っ込んで、5連で全部突っ込めるんですけど、4回だけ、7個置いといて、で、また後で動画撮ろうかなと思ってます。それで、いきます。回す。龍ヶ峰さん、ガン！全部あれになったっけ、これ。パスやつ。よしよし、じゃあ、これよしよし、じゃあ、龍ヶ峰さん。ネックス。1,2,3,4,5,6,7 あれやど7よね。龍ヶ峰さんって何パーやったっけ？ 2.5 パー。星8か、一応。星8で 2.5 パーやから大丈夫。全然大丈夫。はい！はい。このままと。うわあ、びっくりした。ちょっと見てたから。さあ。俺って実は天の弱なんだぜ。天の弱なんだぜ。言って、はい。それではあと2回か。2回で終わるかな、これ。はい。指伸ばすキャラがね、ちょっと電撃で欲しいなと思って。できれば、たっちゃんもう一回欲しいかな。どうしようかな。うわぁ、ちょっとちゃうね。1,2,3,4,5,6,7、星7か、これも。はい、いや、あ、で、これ出た。いや、ちゃうか。よし。あと、一回、いきます。終われるかな？全突破してしまうんかな？はい。さあ、でも僕よく考えたらね、クリアしてないですよね。いやー、もう、吉田和美さん。いや、この流れはね、来る。わかってます。もう見えてます。よし。もう先に出ます。龍ヶ峰さん、いらっしゃいませ。我が牧師、いらっしゃいませ。どういたしまして。光ほのかさん。それでは結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、インデックス。で、こんな感じなんで、ちょっと交換玉が揃ったんで、おそらく。柴達也さん。あ、持ってたんか。このガーディアンね。柴達也さんが欲しくて、これやと回復エルジもつくんで、でも交換する要因にもなるということで、で操作時間が2倍。が足りなかったんですよね。で、光、もうこれも出て欲しかったし、龍ヶ峰さんが出ればなお良かったんですけど、こっから、これに関しては、1、2、ちょっと待ってくださいね。交換玉、ちょっと確認します。4か、4はきついな、4はきつい。そのね、1を0にしたくはないので、本当に。あ、ちょっと待って。あと3か、3は無理やな、ちょっと。じゃあ、方向性を変えて、はい。柴達也さんにお越しいただくと、はい、いうことで、2体目、武器、僕、この方好きなんで、武器、本体、で、究極も欲しいんで、こちらの方に来ていただきたいと思います。それでは、カモン！たっちゃん！ 2 体目、3体目か、おし。さあ、これで次回は、黒飛びの枠を、ガーディアン柴達也さんに変えて、操作時間2倍。自分のダメージ上限値が30億。黒飛びに対しての比率が、あれか。一旦ね、空きが出るんですけど、その代わりマテリアルバースト発動と、そのターンを被せれば、一気にアタッカーも役割もできるし、って考えればこっちの方がいいのかな、という感じでございました。はい。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ次ね、千獣チャレンジ、撮っていきたいと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。それではね、バイバイ。